はい、酒好きな俺の飲酒動画です。今回も、引き続きですね、また2回目ということで、トニックウォーターの、飲み比べ始めていきたいと思います。今回はですね、山屋という、酒のね、酒屋で、売ってました3種類、を買ってきましたんで、飲んでいきたいと思います。この青いやつが、500ml の山屋のプライベートブランドのトニックウォーターとなってます。これが 500ml で、値段が90円ぐらいですね。一番安いです。うん。はい。そして、一番安いのはこっちか。山屋のって言ってました。スプラッシュファインの、謎トニックウォーター。外国産かと思いきや、一応栃木県の会社みたいですね。うん。350ml の缶でこれ40円です。めちゃくちゃ安いです。そして、はい、出ました。超高級トニックウォーターのフィーバーツリートニックウォーターです。うん。フィーバーツリートニックウォーター。これが 200ml で値段が1000、じゃあ、なんで1000いった？170円ぐらいだったかな。高い。これがですね、唯一、香料にカッコ、クエン酸、キナと書いてあります。つまり、香料にキナを使ってると。まあ、キナについては、まあ、この木がね、ここにね、木が書いてあるんですけど、まあ、この木の、キナっていう木が、まあ、元になってると。原産国がイギリス。うん。となってます。プレミアム、インディアン。とかなんとか書いてあります。よくわかりません。まあいいや。で、比較対象として、この、まだトニックウォーターがシュエップスと、カナダドライが残ってる。とりあえずカナダドライと比較して飲んでみるか。ね。それでは。この山屋のプライベートブランド。こいつからいただきます。炭酸が弱いな。これ大丈夫かこれ。実は、あれだったりしないだろうな。賞味期限が切れてるとかないだろうな。賞味期限が2015年の大丈夫だった。それじゃあ、いただきます。乾杯。あ、これサントリー系列だ、これ。サントリー系の苦くない。うん。苦くないけど甘くもないな。多分苦くないし、甘くない。うん。やっぱね、カナダドライの方がはるかに苦い。うん。まあ、これはこれでありじゃないですか。あんま甘くないんでね。それでは、こちら、スプラッシュファインのトニックウォーター。こっちもちゃんと、2015年大丈夫だ。乾杯。
こっちはもっと苦く、違う。もっと甘くないな。あ、全然甘くないわ、これ。まあ、苦くはないのは苦くないし。苦くない上にも全然甘くない。製造者が、アシードブリュー株式会社。いや、どっちも。飲んでみると、これどっちも大して変わらないぞ。何が違うんだ、これ。苦いっていうより酸っぱいですね。こっちの青い方の方が酸っぱいわ。で、こっち酸っぱさもあんまりないですね。甘くない、酸っぱくない、苦くないっていう三拍子揃っている。そして、最後に、フィーバーツリーのトニックウォーター、飲みます。そしてここで、じゃじゃじゃん、秘密兵器登場。シズラーというのをアマゾンで買いまして、じゃん。これ何かっていうと、まあ、いわゆる栓抜きに見えるんですが、この裏に秘密が隠されてまして、ここにですね、いわゆる栓抜きでこれ栓を抜いた後、抜くでしょ。抜きます。ここに、パキッと、かぶせて、密封できるという。この名前がシズラーというらしい。これは結構ね、どこぞのね、バーとかでよく使われてるみたいです。うん。っていうだけの、代物を700円で Amazon で買いました。乾杯。うわ。なんだこれ。甘く、あんま甘くないですね。でもなんか、別に苦いっていうほど苦くはない。苦さとしては全然、カナダドライの方が苦い。ただなんか変な香りがするな。香りがなんか、嗅いだことのない香りが。ちょっと酸っぱいような、なんか、わからん。うん。ちょっとわからんけども。そして、第2個の秘密兵器。じゃがじゃーん。こちら。シガーカップです。こちらですね、アマゾンで1200円ぐらいで買ったんですけど、これがものすごいかっこいい。ほら。この洗練されたボディ。このキラリンと光る、このスーパー光沢感。
そしてこれ、秘密がですね。はい。こう見えづらいかもしれないけど、線が入ってるんですね。線で、こっちにも線が2つ入ってます。ので、まあ、ね。下の小さい方は 30cc。で、こう大きい方は 40cc。で、さらに、ここには、線が2つ入ってるので、30cc、20cc、10cc と測れ、さらにこのでかい方の、2つの線によって、これ何 cc 測らなきゃいい ?45 でしょ?でかいのが45。30?15 か。30cc、15cc って測れるんですよ。だから、ぶっちゃけた話、この下の方はほとんどいらないんで、このでかい方だけ使えれば、45cc 測れ、30cc も測れ、15cc も測れるので、これで事足りるんですよね。すごい、最初からこれ買えばよかった。すっげえかっけえ、これ。この、ピカーンって光る、この、ね。めちゃくちゃかっこいいです。ということで、今回もね、またジントニックをね、いただいていきたいと思います。が、ちょっと昨日の反省点を生かして、昨日の反省点を生かし、どうしようかな。45、40、30だから。まあ。ちっちゃい方で作るか。ちょっと昨日ね、もうだいぶ酔っ払ってしまってですね。ジンを1に対し、トニックウォーター3で、いただきましょう。1対3だから。あれ ?1 対3だっけ?あ、1対3だな。だからもう1対3だからこれ使えば一発で測れる。一発で測れるのか。楽でいいな。一発で測れる。そうじゃあまずは、この一番安いスプラッシュファインのトニックウォーターで作ったジンをやっていただきます。乾杯。うん。まあ、全然苦くないけど、全然苦くないけども、まあいいんじゃないですか。よくわからん。なんかパンチが効いてないですね。しずらをはめてと。かっこいい、この、しずらの、うん。うん。パンチが効いてないですね。ただ結構キレがいい。うん。で、甘くない。って感じか。それではこの青い方の山屋のトニックウォーター
乾杯。こっちはさ、なんか炭酸が弱いんだよな。やっぱり、ペットボトルだからか炭酸が弱いですね。関与がやっぱ炭酸が弱いのかな。うん。あ、微炭酸ですね。それでいてほとんど味が、さっきのスプラッシュファインと何も変わらないので、個人的にスプラッシュファインの方が多分美味しいです。てか、味としてはどっちもほぼ変わらないですね。炭酸が強いか弱いかな。違いでしかない。てか最近トニックウォーターっていうかジントニックしか飲んでねえんだけど。やべえ。最近毎日のようにジントニック飲んでるけど。まあ、別にやばくはないんだけど。まあ本来はこれにね、ジントニックって言うと、ライム加えますからね。はい、ということで、ダイム本命の、あ、やべ、入れすぎた。大本命。の、フィーバーツリーの最強トニックウォーターで、いきます。そしてこのシズラちゃんを、軽快に取り出し、うん、やっぱりね、炭酸が弱いわ。こっちは瓶だから結構強い。乾杯。うん。トニックウォーターらしからぬこの味がしますね。これちょっとあれだな。うん。今まで味わったことないのないジントニックが出来上がったんですけど。これ全然違うな。苦味っていうかより香りがすごいね。全然香りっていうか、他のトニックウォーターに、今まで飲んできたトニックウォーターとは、もう明らかに違うんですよね。どう違うかっていうと、なんか、香りがね、なんかね、木のね、樹皮みたいなの香りするわ。なんか、それがね、いいんだか悪いんだかわかんないんですよ。ただ、一つ言えることとしては全く、まあ、今まで飲んだことない香りがするという、ジントニックが出来上がったという感じですね。うん。これはちょっと俺もよくわからない、これは。評価しようがない、これ。あっ！あは！あ、しずらが。ちょ。これは参った。シズラーの誤爆が。あー、これ大変だぞ。
これ大変だぞ。もろに、隣にあった、スーパーファミコンに、ぶっかかってしまったので、多分これは、スーパーファミコンが行った可能性が。参ったなぁ。そう、まさかのこのシズラーが何気に結構、硬い、これ。これ結構硬いぞ、これ。マジで。結構力使わないと、これ。あれだ。パキっていかないわ。まあいいや、とりあえずね。まあ、今日飲んだ中では、多分、まあ、フィーバーツリーが一番美味しいっちゃ美味しいような気もするんですけどね。いかんせんちょっとよくわかんない状況になってますね。ね、味としてちょっと、今までに飲んだことない。うわぁ、マジびっちゃびちゃだ、これ、マジでもう。どうしようかな、これな。これ言ったろ、これ完全に。フィーバーツリートニックウォーター事件だな、これ。フィーバーツリートニックウォーター事件、ということで、ご視聴ありがとうございました。